そんなメッシが今回挑戦するのが、正確無比なボールコントロールが要求されるリフティングハイ。今宵新たな伝説が幕を開ける。さあ、まもなくメッシ選手の挑戦が始まろうとしています。メッシ選手、この競技はボールのコントロールとっても大切です。Sí, un buen control, dependiendo de cada jugada, te da ventaja hacia el rival. No, bien, bien, tranquilo. わかりました。さあ、ではまずは現在の日本記録8メートルを成功させたその時の映像をちょっと見てください。ラモスが決めればレジェンド軍勝利。まずはリフティングから少し時間をかけます。8メートルクリアするか。これで中島雄一2、3、4、キャッチ、 OK、 キャッチすれば勝ち、キャッチすれば勝ち、キャッチ、キャッチ、 OK。 さあ、まずはメッシ選手、何メートルからチャレンジしましょうか。Eso son 8. 4メートルですね。No, no sé, vamos a empezar por 8 y después. なんと、いきなり日本記録8メートルから挑戦ですよ。いやー、これは楽しみですね。ですね。さあ、日本記録8メートル、その高さまでゆっくりゆっくりバーが上がっていきます。なるほど。小倉さん、はい、これ高く蹴り上げるっていうのが難しいんですよね。まあ、試合中はこんな高さまで蹴り上げることないですからね。確かにそうですね。まあ、実はこの10メートルという高さなんですが、プールの飛び込み競技、その台の高さとほぼ同じなんですね。いや、飛び込みの10メートルって相当高いですよね。そうなんです。ボールのタッチからコントロールまで、サッカーの技術が詰まったリフティングハイです。そびえ立つのは世界記録10メートル。さあ、果たして。さあ、世界記録10メートルへの挑戦です。今メッシがもう非常にリラックスして、その真下まで行きました。さあ、早くも蹴り上げた、早くも左足、さあ、1、あ、乱れた、3、4、5、これまたクリアです。素晴らしい、見事。なんとあっさり13メートルという高さはですね、鎌倉の大仏とほぼ同じだそうです。なるほど、鎌倉の大仏ですか。すごい高さですね。そうですよね。世界のスーパースターメッシ、実はですね、さあ、まさに未知なる領域、世界記録へとその方を進めていきますメッシ。この高さいつ上げるか、ちょっと慎重ですよね。まだ上げない。さあ、今いった、ステップを使っていった。さあ、超えています。わ、ちょっと伸びすぎた、届いた、内側でトラップした。マジか。そしてこれもクリア、見事。いや、彼に不可能はないのか。13メートル成功です。いや、さすが清水の舞台の高さです。高すぎて何だかよく分からないですね。正直そうです、はい、さあ、今ホイッスルとともに、ここも全く15メートル見上げないですね。本当ですね。さあ、ここも思い切って蹴り上げた。さあ、クリアできるか、超えてる、ボールは超えている。さあ、クリアできそうだ。きた、2015年、新年最初の超越点。どうしたか、15メートルの世界記録を更新してしまいました。いや、相当するといい18メートル。もう分かんないですね。白声白声ですよ。さあ、左足蹴り上げた、超えてる、超えてる、超えた、超えた、